ラジオネーム量産型小早川かっこ29歳プリンスこんにちはシャープ21で読んでもらった恋愛相談の続報になります来ました えー、プリンスからのあの回を相手の子に聞かせろとの命を受けまして実際に聞いてもらったのでその時の相手のリアクションを送りますヨシーさんテンション高恋バナとか好きなんだ、笑い会いに来てたのは仕事じゃないのに詳しく書かないから勘違いされてんじゃんここから自分のラジオに誘導するってやっぱりヨシーさんってトーク上手だよねで、 小早くんは私のことどう思ってるの以上が相手の子のリアクションになります <laughs> 8年くらい恋愛から遠ざかっていた自分からするとうまいこと手のひらの上で転がされている気しかしませんこれから僕はどうなるんでしょうかあ退院したので今度ご飯に行く約束はしました余談ですが相手の子は N93 の存在は知ってたくらいにはお笑いが好きだそうですあーまずねこのー かその吉井さんが聞かせろとの命を受けてって分かりますこれ僕のパスパスを出してんの <laughs> 量産型小早川に「俺のせい」って言っていいから聞かせてみとまずその恋の道を耕したわけですよ <laughs> そしたら「吉井さんテンション高っ恋バナとか好きなんだ」ってこまずなんか この2人の顔知らんからこの分からんけどその松坂桃李君と戸田恵梨香さんの2人を想像して今聞いてください。会いに来てたのは仕事じゃないのに詳しく書かないから勘違いされてるじゃんこれはちょっと前回ね前回のまず「量産型小早川連続小説をき」お聞きください。前回で 前々回か。前々回ぐらいですね。冒頭で話してます。まあ、あのー、小早川がまず入院しました。入院してる時きに、えー、そこで働いてる看護師の女性を見たときに、あれ、なんか見たことあるなーってなったら同級生やったと。で、まあ、可愛かったみたいなことよね。で、 向こうからちょっとコンタクトを取り出したみたいなことが始まりなんですけどいやもう小早川そんなこと言ってくるってもう好きやん素直になれよってことで僕はこのラジオを聴かせろっていう流れになったんです前回はここまででしたここからよなんかさラジオに誘導するって吉井さんでトーク上手だよねのトーンから多分違うんですよねで小早川君は私のことどう思ってるのってこの,この一文よね多分 その女の子の方が上手その上に立ってるわけマウント取れてるわけでほんまに小早川のこと好きやったら多分これ言われへんと思うねんなだから小早川のことは好きじゃないね今はねこれ大事なんだ今はよ今は好きじゃないだってマウント取られてるもんえもしかしたらこの子がもう恋愛マスターやったら 好きなこことを隠ししててれれ言ってるかもしれんで小早川自体は8年くらい恋愛から遠ざかっていたって言ってくれてるけどほんまはもっとラジオ続けばこの8年なぜ会いたのかっていうのも詳細に <laughs> ペールを送ってほしいなんか辛い恋があったんかな <laughs> それで売られて8年間凍ってた心を溶かしてくれたのはこの看護師の方やと思うねんな。 うわー、MC 行くんや。これ、どうこうしたらあかんかな。ちょっと、見たいわ。ちょっと、DM ください。DM、メール、メールは嫌やねんっ DM ください。ちょっとね、次回、動きますよ、この3話は。3話はだいぶ動きますよ。だって、小早川は最近のこの看護師の方の修行を見てないわけでしょ。 これは動くよだいぶ自分のタイプの私服やったらもう好き好きになるというかもう好きになってるからね小早川なあなんか小早川さ全然そんなんじゃねえしみたいな感じのことをスペースとかで言ってたけどそうじゃないやろお前ほんま好きなんやろ <laughs> おい言えよあいつ言っちまうぞいいから俺に乗れって <laughs> <laughs> ちょっと小早川に対して、量産型小早川の、えー、ツイッター、皆さん分かりますよね。<laughs> そこにアドバイスリプライ送ってあげてください <laughs> <laughs>、えー。DM を開放してください、小早川。うん、いやー、第3話楽しみですね、えー。ちょっとね、次、次の週までにこの輪が進むか分かりませんけども、大体1週間はあると思うので、1週間で、ね、話を進めてください、小早川。 それでいきましょう吉井正雄の「今何してる改めまして吉吉井井ですの今何してる」は昨年コンビを解散し芸人としてリスタートを切った吉井正雄が再起をかけてべしゃり一本で勝負するノンフィクショントーク番組でございますいやー、小早川がね、春が来るか、8年ぶりに。 嬉しいなでもここからよね相手のことをまず意識させてるから意識さしたところから用意ドンやから俺が小早川の、まあ、素質というか人間性を担保してあげなあかんからもう一回聞かそうかこれもう一回聞かしてであのそろそクリスマスとかさ誕生日いつなんかな分からんけどなクリスマスの 12月24日、イブの日にあおうっていう話を、ちょっともう、ふわっとちらつかせなあかんなであの、プレゼントにグラスあの、今なりのグラスを渡すとかでもいいんかなとか思いますけどね、ちょっと引き続き続報を待っております。量産型、小早川、頑張ってください。あのーさ、最近はですね、いろんな仕事させていただいてまして、僕、トマトなって、1回。 <laughs> あのトマトなってノンスタイルの石田さんと漫才をしたんですよあの。下川町プレゼンツトマト漫才グランプリと題しましてフルーツトマトのハルカるかトになりきってオリジナルの漫才を、まあ、トマト漫才ですねを石田さんと披露したんですけどもそもそもね、あのー、石田さんと一回飲み屋で小競り合いがあったんですよ僕。まあ、それまでは全然、あのー、仲良くって言ったら失礼ですけどなんかまあまあまあ。 ちちょょここ気にかけていただいてたんですけどなんかのなんかの打ち合いかなんかでなんか酔っ払ったんですよね2人ともでなんか僕は失礼なこと言ったんかなんか石田さんの気に触ったんか分からんけどなんか小競り合いがあってなんかバーって一方的に言われたんか僕がいいかしがんか覚えてないですけどわーってなんかったのでその飲み屋におった他の後輩とか えー、多業種の方とかも凍りついててでその状況で「いやもう赤間んも,んもう今日はもうたらふくのだからもう出るわ」っつって医者さんが店出たの店出タクシーが止まって発信する前にウィーンって窓を開いて俺に向かって「また行こうや」っつって「いや行こうか!」ってなったみたいな話があってでそのあとやっぱあの人お酒の席で言ったことも完璧にチャラになるから。 で俺も結構ぐチぐチ言ってたのにもう全然チャラになってで解散して漫才もうしないっすねみたいなの言ってたらいや漫才した方がええやろっ,つって呼んでもらって久々、まあ、篠宮さんともやったりもあるけど石田さんと初めて漫才してんけどさ「ノンスタ石田さん漫才やっぱマジうま俺人生でこんなうまい人初めて見たなもうやってみて分かったもううますぎる僕はボケで石田さんがツッコミやってんけど こう何がうまいって、この全員の誰と組んでも最強の間作れるというか、喋ってないこの話のリズムも聞きやすいリズムになるし、例えばじゃあ、俺が詰まるみたいな、そのリズムがちょっとあんまおかしいというか、独特というか、僕ずっと一人で喋ってるから、だいぶ間差し込むむずいと思う前の相方でも差し込むのかぶってたりするけど、マジかぶらへん。 マジかぶらへんしもういつ喋ってもかぶらんようになってるそやっぱ m 1チャンプたるゆえんというかほんまにずっと受け続けてる人やからほんまに漫才うまいなって思ったなあまあで僕らのトマト漫才が、まあ、YouTube 上で配信されんのかなもう配信されてんのかなでもまあ漫才をね、あのー、収録したのはも2ヶ月3ヶ月ぐらい前なんでもしよかったら 聞いていただけたらなと思うんですけども、まぁ、あ、ちょっと今回ですね、もう一個話したい話がありまして、皆さん、えー、事件が起きました。まぁ、あ、事の始まりはですね、まぁ、あ、あの、ゴールドカードがどうこうみたいな話してたじゃないですか。それによってですね、まぁ、あ、支払いの紐付けを、今契約しているクレジットカードと全部変えていってたんですよね。で、明細を毎回見るわけじゃないですか、ネットで。ある えー、カードの明細を見たらザーって見てるんですよほんだら「んこの店何?」っていう店2店舗から、まあ、34万引き落とされてるとで本人確認されてるネットじゃないってことは対面やなと思って「何この店?」と思って調べたんですよ調べたら「日本にない海外にしかない」っつってええー、と思って おかしいなぁって思った時に、あれなんか嫌な予感するなーっていうのも、僕、あの、アマプラあるじゃないですか、アマゾンプライムを、おそらく2つ契約してたんですよ、俺。自分で見る用と、家、家のテレビ用みたいな。でも、そんなのせんくても、テレビと一緒で行けますやんか。でも、それ間違って契約してたのを、 解除せなあかんと思っててでちょうど更新になっちゃったんですよあだからこのままほっといたらええやと思っててそしたら僕が今スマホで見てるプライムと家で契約してるプライムがあって家用がどうやらもう解約というかもう満期になりましたっていうことやってたまたま子供がアマプラ見ようとしたらあ今のご契約では見れませんってなったのあ あ、こっち側がもう切れてもうたんやーって喋ってたら、メールがブンって入ったの。同時に。で、そしたら、アマゾンプライム更新の時期です。で、これ更新してくださいみたいな。バナー付きで。で、えー、あ、偽メールかなと思って、まず、アマゾンのリンクというか、その、まず Yahoo で調べたの。アマゾン詐欺メールみたいな。で、えー、詐欺メールのやつに該当してなくて、 と思ってで本来アマゾンのメールはこういう形で送られてきますっていう最後の方の2000年からなんか2023になってるけど2000は2022になってたりしますっつってで2023になってるあこれは本気なんやと思ってクリックしてログインしてログインしたら自分のところに入んので自分のとこ入ってん俺アマプラ年間でこないだやったけどなえ ど,どういういここととっっってなっててなれがまずごちゃっとしてんの自分2つ契約してたプラス、えー、片方どっちかがプライム期間を切れましたプラスクレジットカードアマゾンのクレジットカードがちょうど更新時期あって別のさっき言ったゴールドにするからもうハサミ入れて捨てようと思ってたの解約してでクレジットの更新時期 えー、で、支払いが滞ってる、で、滞ってるから連絡が入って、えー、僕が設定してないから、そのままプライムが解約されるっていう状況やったの。まあ、2つプライムに僕が入ってたの。2つ入ってて、1つは生かし、1つは意味ないから捨て。で、この捨てにする方を、えー、テレビの方にしちゃったと。で、 子供が見ようとしたら、えー、見れないってなってああこっち側解約したらあかんわで更新をしようとしてたまたまその同時期に来たメールにログインしちゃったらそれがフィッシングやってでうわこれ何と思ったら今のすごいのよ今のテクノロジーはなんかアプリの方に通知がバンってきてえー えー、この支払いはあなたのものですか海外で対面でお支払いいただいてますっていうのをアプリのバナナバってきてもうほんま俺が見た瞬間にそれが来るのであこれ絶対そうやわと思って支払いの覚えがない方は、えー、なんかこのボタン押してくださいみたいなボタン押したら、えー、とりあえずカードは破棄されましたで買い物できませんがまた新しいクレジットカードが届きますっていうのが来ててでアマゾンの方に連絡したの。 でもしもしと、もうこれも、えー、30分ぐらい待って、でももう、無理やと、今日は無理で、えー、2日後ぐらいに連絡しますつって連絡が来たん昨日。そしたら、あの、吉井様でしょうかと、えー、アプリの方でご登録ありがとうございます、えー、カードは停止してますし、新しいカードが送られてきますと、えー、ですから大丈夫なんですけども、つって、で、これなんでそもそも来たんですかって言ったら、 えー、アマゾンの方からメール来ませんでしたかっつってあメール来ましたっつってたまたまちょうどテレビがつかなくなってプライムの更新が消えてますって同時にメールが来ててそのメールもアマゾンの方の公式で偽じゃないですよって書かれてる方のメールが来たんですっつってあもうこれいたちごっこになってましてっつってもうこれが正常ですよとかこれが入ってるのが本物ですっていうのは悪党も見れるわけ。 だからそれをそのまま作ればいいわけだからいたちごっこになってんのこれはダメですって言ったのをこれが本物ですっていうのを出すからそれを真似して悪党たちはあじゃあこのメールを作り替えようって作り変えて俺らに送ってくるわけでもうそもそも,もう自分のスマホに来るメールは全部偽だと思って大丈夫ですって注文確定のメール以外はもう全部見なくていいです で本当にアマゾンから送られてきてるメッセージはアプリ内にあるアマゾンからのメッセージちょってとこう開いて見るだけで大丈夫です。それ以外は全部破棄してくださいって。え、そうやったんですねって。いや、本当、吉井さん、運悪かったですねみたいな。たまたまその状況が続いちゃって、えー、だからクレジットカードも満期やしプライムもちょうど見れんくなったタイミングで同じタイミングのメールが来てて、それを開けちゃったっていう人。 がやっっぱ引っかかるんですねつって普通の人は引っかからないんですけども状況は状況でこのタイプの人がみんな引っかかるんですって言われててで「あそうなんですよ気をつけます」っつって「ちなみにな何を買われてたんですか?と」と俺はつってまあ海外、えー、東南アジアの海外の、えー、アディダスショップで新品のランニングウェアとアディダスのサンバイザーとアディダスのソックスと アディダスの最新のランニングシューズですなんで人の金で痩せようとしてんねんとかね。ん,なんでそんなことすんねんむちゃくちゃじゃない自分の金じゃなくて人の金をアクトが使って痩せようとしてんの今海外の人間が新品のアディダスを着てむちゃくちゃ腹立つわーみたいなことを。 えーあのー、昨日、先輩と飲んでたの、マダ石さんとフルポンの村上さんと飲んでて、めっちゃムカつきません、これっ,つって、だ俺、アディダスの新品着てるやつ、やっぱメンチ切ってまうんすよね、みたいな、<laughs> いや、そんなことせんでええよ、みたいな、そしたら、え、それ、あいみょんさんもなってへんかったって、ボンさんが言ってて、見たら、あいみょんちゃんもクレジット詐欺にあって、アディダスを爆買いされてたみたいな。 気ぃつけてください。今、海外の悪党がアディダス爆買いしてますわ。<laughs> むっちゃムカつくねで、これね、気づかんぐらいの値段でいかれんのよ。俺もね、えー、冷蔵庫とか、MacBook M2 チップとか、なんか、爆買いした。支払いだけで結構いく、い、結構1点。で、40万、100はいかんけどぐらいのレベルの、 支払いが来てて、そん中の4、5万って、ほんま気づかへんねん。で、その何買ったかとか、どこで買ったとかわかんねんって。わかんねんけど、あんま言うの良くないらしいよね。あ、このグループのこのやつにこいつは引っかかったから、この感じのメール送ったらええんやとか、炙り出されるから良くないねんけど、そう、ほんまに気づかんぐらいやから、ちょっと気ぃつけてっ、つって言われて、 で村上さんと又吉さんに「いらしいですよ」って「ほんま気づかへんやつあるから」っつってでもう賢治さんも又吉さんも「えこんなん買ったっけあか買ったわ」え「えこんなん買ったっけ買ったわ」っつって「も <laughs> ういや無駄遣いしてるだけやってんけど <laughs> 何買ってんの?」っつって又吉さんの見たらあのー、カレーのルー入れる魔法のランプみたいなのあるやん。 あれ4つ買ってたで。<laughs> え、身に覚えないねんけど、あー買ったわ。なんか様になるから4つ買ったわ。みな <laughs> ちょっと良識ある大人に聞きたい。紐付けしてんのよ。めっちゃこのクレジットカードを。で、えー、アマゾンのログインパスワード全部変えた。で、えー、自分が紐付けしてるメガバンクの、えー、アプリの紐付け、パスワードも変えたわけ。変えてんけども、今ね、 えー、そのカードの支払いが、えー、十何万あるわけ。その十何万の、えー、最新アディダスを抜いて、そのカードの支払いはカードが止まってるわけやんか。新しいカードが来るわけやろ。これは移行されんの この今のじゃあ15万円として15万を使っているカードがダメになりました新しいカードを送りますこの新しいカードとして支払うわけこの今のやつはそうなるわけ銀行では引き渡しされんのこれそう皆さんもねマジでお気をつけくださいマジでこれいかれるで,で俺過去のとこ遡ったけどほんまに もう連日その買うわけじゃないねんて。一回買うやんか。寝かすねんて。で、また半年後にまた買うらしいねん。どういう仕組みか分からんけど、皆さんマジで警鐘を鳴らします、僕は。あの、まずメールは踏まない。で、僕みたいな、ほんと偶然が全部重なり合う人ほど引っかかんねんて。だから俺も絶対バラ今まで一回も開かんかったもん。でも、 映りません、更新してない、いやー、ピコン、更新手続き忘れてませんかのメール。で、1回、石橋たいたからね、俺も。アマゾンの方行って、正規のメール、確認して正規のメール、やーってなって入ったから、誰が襲われるかわからないです。対岸の火事ではございません。燃えているのはあなたの家です。<laughs> えー、引き続きお楽しみください。 吉井の今何してる続いてはこちらのコーナーです「しぼり出し大喜利ファイナル」 えー、こちらはオーダーに対しリスナーである民の皆さんが脳みそを絞りに絞って大喜利と向き合っていただく企画ですコーナー開始時からずっと同じ状題で回答を募集しております最終的にはこの数ヶ月の中で一番良かった回答を決めていこうと思いますなおこのコーナーは一つのメールの中に5個大喜利回答を書いてから送るという絶対のルールにしておりますということで回答を読み上げるのが、うん、今回ラストでございます まあ可能な限り今回はいつもね10頭なんですけども今回は25投約25投読ませていただきます、うん、ラストにふさわしい絞り出し回答がたくさん寄せられてるんですけどもそうだから今回だけで500頭ぐらい500頭ですよ500頭の中の30頭なかなかですよ さあ、えー、そんな中、ですねこんなメールが届いております。ラジオネームきなこきなこ、プリンスこんばんは。他のラジオ番組では、リスナーさんからのメールを作家さんやスタッフさんがある程度厳選してからパーソナリティに渡しますが、いまなにはプリンスがすべてのメールに目を通しているんですが、とうとう、絞り出し大喜利が主演ですが、まさか豆山氏が選んだメールだけを読んでいるなんてことはないですよね。力を入れていた、絞り出し大喜利の第一幕最終回だから、すべて読んでくれていますよねー。 読んでる,読んでる全部読んでます全部読んだ中で何やったら豆山氏がこれいいよっていう丸つけてくれてるんですけどもそれ以外からも選んでますでねちょっとね今回やっぱ最後ラストスパートで新規の方も結構送ってくれてんのでまあ今まで聞いててサイレントリスナーが あ急に思いついたとか貯めて貯めたやつが、えー、出てきたのをちょっとあのー、送ってくれたりしてるんですけども何人かやっぱねあこれ貯めてくれてたなっていうので採用しましたねちょっとこれは嬉しいで今までの猛者たちがもうえぐい数送ってるその中から約25頭ですねお送りしていきたいと思いますでは 最終コーナー回っていきましょう参りましょうお題はこちら留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください留学生に偏りぎてている間違った日本の知識を植え付けくださ早速届いてる回答を紹介していきましょうラジオネーム「チクのク脂ブ留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください カノー子はハイヒールさえ履いていれば道に落ちている犬のうんこは蹴れる <laughs> ハイヒール履いてたらいけんねんやあ今日はですねちょっと受けを少なくしていきたいと思いますどんどん読んでいきたいと思います続きましてラジオネームテコキそば。留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください 社会人経験がない俳優が転職会社の CM に起用されているのはおかしいと役所広司が言っている <laughs> 気持ちいいな、えー、ラジオネームメカニカルタヌキ留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください本邪魔か石塚秀彦は葬式でもオーバーオールを着る場合がある <laughs> 芸人とかやったらあるんかな えー、ラジオネーム君を許さない留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください急にサウナが好きとか言い出すグラドルは頑張り屋さんである <laughs> <laughs> 頑張り屋さんやな <laughs> ラジオネーム形状記憶老人留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください ゲームセンターの脱衣マージャンにゲッターズイーダが出てきた場合目元の赤マスクは最後まで脱がない <laughs> <laughs> ここ脱がへんのかいあんねんなえー、ラジオネームチクチクのちくわぶ留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてくださいカゴ愛はちゃんと大作界の年にやらかしてる <laughs> <laughs> 細木先生すごいな。<laughs> ラジオネーム、ちくちくのちくわぶ。留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。森進一は、針に糸を通すときは、おふくろさんを歌う顔になる。<laughs> <laughs> <laughs> あの顔や。あの <laughs> 意見に知らせてた。<laughs> えー続きまして、ラジオネーム、ちくちくのちくわぶ。留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。 人をダメにするクッションでさえも吉田沙織はダメにできない。<laughs> 霊長類最強ですからね。えー、続きまして、ラジオネーム。形状記憶老人。留学生に語りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。梅田サイファーが公園でオーナー飛びを飛んでるときは、頑張りなサイファーと声をかけてあげよう。<laughs> <laughs> <laughs> いいなぁ。いいなぁ。 えー、ラジオネーム、元ヤクルトレディ。留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。秋元康は東横キッズたちで TYK48 の結成を考えている。な <laughs> ん <laughs> <laughs> でも商売にできるな <laughs>、えー。続きまして、ラジオネーム、元ヤクルトレディ。留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。 結婚したら好きな人が優しかっただけではピースはできなくなる <laughs>。うまー <laughs> うまいなー好きな人が優しかった。ピースって言いますもんね。<laughs> 俺は言えるけどな。もこ <laughs> クやトレディなんかあったんかな。<laughs> ラジオネーム、テコキソバ、留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。 オリエンタルラジオがマックスで仲悪かった時ネタの考案の「しゃらくせぇ」で本当に拳を当てていた <laughs> <laughs> あれねご幽 <laughs> 伝の前のね「しゃらくせぇ」<laughs> 土地のブリッジもね優秀なんですよね素晴らしい先輩あもう先輩じゃないんか <laughs> まあでも心の先輩やもんな <laughs>、えー、ラジオネーム「リガチャ」留学生に偏りすぎている間違った日本の知識を植え付けてください いつもここからは悲しいことを悲しいと思えるように類活をしている <laughs> <laughs> 役作り完璧やなさあここまで来ましたけどもちょっとねちくちくのちくわぶがすごい採用されてますねそして元ヤクルトレディねシングルマザーのなんていうんですかね心の叫びというか僕は顔を知ってるんで娘さんの顔も浮かぶんで すごい胸に来ましたねッとちょっとだからこの元ヤクルトレディを知ってる分こんな答え出すんやっていうなんか <laughs> ちょっと <laughs> 元ヤクルトレディのちょっと好意の際とかの大喜利とかあんま聞きたくないねんなまあちょっといろいろ出てきてますけども後半戦いきましょうか。 後半、えー、戦一発目ラジオネームミートカーソルは広め留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください生ガキを食う人はやっぱりコンドームも嫌いなんだろうな <laughs> 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 嫌いなんやろうな <laughs>、えー、続きましてラジオネームシコティファイ留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください クリス松村と流木に明確な線引きはない <laughs> いいななんかこんな感じの読んだ記憶あるけどな <laughs> えー、続きましてラジオネームありったけのピロシキ留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください森脇健治が後ろを振り向くときはワイナイナが迫ってきてないかを確認するときだけ <laughs> 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 マラソンねおちょいマラソン <laughs> えー、続きましてラジオネーム「花トレイン」留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください武田鉄矢が夜の街を歩いたらみんな急いでお店のシャッターを閉め出す <laughs> 何があったんや <laughs>、えー、ラジオネーム「モン太郎」留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください 不幸せな顔ですね。よかったらこの本読みませんかと声をかけてくる人は大体阿佐ヶ谷姉妹の顔立ちである。<laughs> <laughs> んか想像できるなえー、きましてラジオネーム、あんバタのエマ様。留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。磯キリ子は、磯キリと名前を変更したりしてるが、最終形態は、磯キリ,キリキリマイになる。 <laughs> 磯のキリキリ舞じゃないねんな磯のキリキリキリ舞になる <laughs> ああ来たえー、ラジオネーム手コキそば留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください水戸黄門の撮影で印籠を噴出してしまい黒のアイコスで乗り切ったことある <laughs> 無理や無理やってあれ黒金やからなえー、続きましてラジオネームありったけのピロシキ 留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。川崎麻代は会話やタイヤなど、カイヤに似た言葉を聞くとものすごく落ち込む <laughs>。会話、あカイヤってなるってことですね。<laughs> えー、ラジオネーム、馬の栗に念仏。留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。山田克美は宿題をしない子供に、勉強しないとパパみたいになるぞ。 と泣きながら指導していた <laughs> 泣きながらそんなことないやろ。胸張って生きてるよ。<laughs> えーラジオネーム、オレスナ。留学生に語りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。レンタルビデオショップで老眼鏡をかけてまで熱心に AV のパッケージを見つめてるおじいちゃん。国が守ってあげるべき。<laughs> そうよな。大切よな。そこまでの性欲は。えー、ラジオネーム、オレスナ。 留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。大仁田淳みたいな革ジャンで大仁田淳みたいな見た目の大仁田淳じゃない人東中野に住んでる <laughs> これいいね俺ももしかしたら見たことあるかもしれない。<laughs> えー、ラジオネーム「スバル留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。 スナックのママはガラガラ声を作るため強炭酸うがいをしている <laughs> <laughs> 酒焼けじゃないんや <laughs> さあそして、えー、この、えー、絞り出し大喜利のラスト回答ですねラジオネーム経常記憶老人留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください藤井明が水戸黄門に出演した場合このもんどころが目に入らぬかと言いながら口から印籠を出す <laughs> もうええー、って <laughs> 口からけえってもう <laughs> さあ皆さん、えー、ラスト絞り出しありがとうございます本当にちょっとねまあラジオ番組の中でね大喜利コーナーは数多くありますけども半年間ずっと同じようでね募集し続けるなんて結構難しかったと思うんですけどもいや素晴らしかったですね息切れなしじゃないですか本当に中だるみなしで。 ほんまに、この、本番で読む前、まあ、ちょっと早めに集まって、まあ、メール見るじゃないですか。ほんまに毎回おもろかったっすね。毎回は、はあ、一回だけあったか。一回だけ、あ、今回弱いかもっていう回ありましたよね。一回だけあった。でも、それ以外はマジで声出して笑ってた。なんかね、言ったらもう、この量あるわけ。この、この量。 この量あるわけでほんまに読みたいやつなんかめっちゃあるのよ今回も25しか読めんかったけど最初バーってやった時は6060 60個の中から25に絞ってでもこの60に絞るのもいやーこれおもろいけどちょっと前の時のあの答えに似てるなとか今もうええー、ねんこの人とか。<laughs> 今は藤ねねんとかそブームがあんのよ、ね、でやっぱあと下ネタでおもろいのがあってもいや下ネタおもろいけど下ネタじゃなくておもろい方がちょっと今回強いなとかなったらもう下ネタ一回排除するからそうそうだからね難しかったよねミートカーソルは広めとか結構下ネタ多かってんな。 面白いねんけどなちょっとしもよりも爽やか藤昭けがおもろかったんでそっち側にしましたねさあぶち抜きイトに現れた人には可能な限り何でも叶えてあげるというシェンロン系パーソナリティでやってますのでほんまに可能な限りですよまあ、だから何回も言ってますけど例としたら林健人に会いたいって人がいたとしますそしたら僕と林健人が普通に飯行ってる時に ここで食ってるっててるのを教えますで近くで見るとか <laughs> でこれを林太郎も言わへんスターダスト怖いからでっかい事務所やしスーパー大手やしだからまあそんな感じよね誰々に会いたいとかだからあのー、結婚式の司会してほしいとかはそれこそ量産型小バーカーとかねそれは吉本お父さんがあったら 司会できひんけど、これはもうやります。えー、ギャラはなしで。なしってオンエア上言っときます。<laughs> 直でもらいますけど。<laughs> とか、まあ、それこそまあ、ギャラもらうとか嘘ですけども、ノーギャラでなんかするとかももちろんしますし、可能な限りは絶対叶えます。だから皆さん、来週、ぶち抜き回答発表でございます。ベスト5を。 えー、来週は、えー、発表したいと思いますそしてぶち抜き回答は誰なのかっていうのもあるんですけども合わせて採用数ランキングもございます俺砂がぶっちぎってたんですけどもチクチクのちくわぶとかてこきそばがだいぶ追い上げてるからちょっと順番変わってるかもしれないですねだからぶち抜き回答に選ばれなくてもねまあ報われる部分はあると思うのでさあいよいよ来週発表です これまでな、本トよく頑張ったなとても孤独な戦いだったと思うもしぶち抜き回答に選ばれなかったとしてもあの時必死に面白い回答を絞り出したという事実は決して無駄じゃないぜ将来くじけそうになったら絞り出し大喜利に熱中したあの日々を思い出してくれ 解散以上「絞り出し大喜利」でした吉お送りしてきました「吉居正雄の今何してる」エンディングでーすさあ今日はですねまあクレジットの話とか石田さんとの漫才の話もありますけども絞り出し大喜利ですよこれね皆さん絞り出してくれてますけども前に座ってる豆山氏が毎週絞り出してくれてるんですこれ何かとというと 以上、絞り出し大喜利でしたの前の僕の声にエコー筒井氏がかけてくれてるじゃないですか、あそこの名文は豆山氏が考えてくれてるん、ね、です豆山氏はいつもね台本バーって送った後ここの文だけ保留で、ギリギリまで考えてくれてるのだから豆山氏も絞り出し大喜利に参加してるんですだからもしかしたら、ぶち抜きでここは選ばれるかもしれない。<laughs> <laughs> むちゃくちゃですけども <laughs>、これは <laughs> これはむちゃくちゃですけどね。もうこれはちょっと辞退します。茶番すぎる <laughs>。じゃあ、もし選ばれたら辞退してください <laughs>。いや、このね。だからここだけをちょっと切り抜きしてくれるかな <laughs>。ここの部分だけ集めてちょっと読みたいですけどもね。 さあえー、当番組はですね各コーナーでメールを募集しております現在、普通のお便りである普通おたですね。普通というか、まあ、小早川ですね小早川のメールを募集しております、まあ、あと、あれもそうですよねあの元ヤクルトレディの私生活とかねあのどうやってシングルマザー頑張ってるかとかえ結構ね面白いやつもあったんですよスバルさんとかね。 あのスバルさんがねプリンスがコンテンツにこう夢中なのでこちらもおすすめですっ,つってめちゃくちゃおもろそうなコンテンツを紹介してくれてるんでこれはもう単純に僕が楽しみますそうスバルもいいメール送ってきてくれてんねんなあこれもええやん男チルドレンセカンドあ,あここらへんはねちょっとまたアフタートークで読みましょうかありがとうございます普通歌もぜひ募集しております すべ、えー、てのメールの宛先は i m a n a n i t b s c o j p いまなに t b s c o j p ですさあ、えー、来週はね絞り出し大喜利の発表ですけども、えー、送ってきても、えー、僕のお胸の内にしまうだけなので普通おたに全振りしていただけたらなと思いますさあ番組グッズが、えー、発売しております えー、N93 の番組名が入ったアクリルキーホルダー値段1,109円綾、えー、香深野さんの可愛いイラストが入ったグラス値段は2,090円これが可愛いんよグラスが、えー、こちらの通販サイトスズリにてオンライン限定の販売ですグッズの売り上げコスム順位に反映しますのでぜひお買い求めください番組の公式 X もございますアカウント名 X のアカウント名は「アットマーク n 9 3アンダーーバ今なにぜひフォローをお願いします」x はハッシュタグヨシの今なりとつけてつぶやいてくださいヨシと今は感じ、それ以外はひらがなでお願いしますまたこの番組は YouTube でも聞くことができます N93TBS ラジオというチャンネルに音源をアップしておりますのでぜひお聞きください前回ですね、えー、石井との石井がゲストに来て結構ねあ YouTube 上は結構回ってるんですけども、あのー、なんかゲスト会は絶対跳ねさ,させたいのでせっかく来てくれたんで もしよかったらもう一回聞いていただけたらなと思います。えー、本当に皆さん大喜利お疲れ様でした。えー、ムカついたこともあったでしょう。えー、なんで呼ばれへんねん。なんで呼ばれへんねん、これ。って思ったこともあるでしょう。あこれ呼ばれへんねんやったらこの感じでいけんのかなって、打算で回答しちゃうこともあるでしょう。でも、自分の回答を見返してください。あー、こんなことあったな、こんな回答したな、打算やったなとか。それが今の自分やから。漫才師は客を見て 自分の鏡だと思います絞り出し大喜利は絞り出し回答を見て自分が分かるそんな企画でした皆さんよく頑張りましたえー、ちょっと後出しになりますけども解禁賞いますかね毎回送ってくれてるち解禁賞に何かあげたいなだって休んでる人結構いるじゃないですか実は最初から送ってくれてる人誰なんやろ解禁賞もちょっと調べたいな まあまあ調べるかどうかは分かりませんけどもここまで絞り出してくれて世は満足だ民をまたお話ししようさらばだ